今日、緊急事態宣言の延長を政府に要請しました。兵庫県は今日継続的な医療現場の逼迫状況を考慮し、今月11日に期限を迎える緊急事態宣言について、政府に延長を要請しました。井戸知事は具体的な内容については、明日の対策本部会議で決めるとしているものの、方針については政府に従う意向を示しました。 また路上での飲酒について危機感を示し県民への呼びかけを強めるとしたほか県内で今月23日と24日に予定されている聖火リレーについて断念したわけではないが代替案の検討もするべき段階に入っているという認識を明らかにしました政府は緊急事態宣言を今月31日まで延長する方針です